岡崎正樹男は、劇作家、演出家。江戸、明治の民は、伝説、昔話などを執筆。作品は中国語、韓国語、ロシア語、ベトナム語に訳されている。鹿児島県生まれ。大戦後に、特化本、カストリ雑誌専門の出版社に勤務する傍ら、日本文学学校に学びの真広氏、羽生一郎漁師に強い影響を受ける。また、 金代地春彦、柳瀬隆史先生には親しく、日本語や日本の大衆美術について、お教えをいただく。日本文芸家協会会員。朗読の講演、講座や会談の講演を主催するとともに、認知症問題に関する社会活動事業を積極的に展開している。言語朗顧問。イコール平行組織として、NPO 法人性と言葉の力が存在する。 劇団聖杯、新境劇団を経て、フリーとなり、関西喜劇作家の花と箱の演出助手を行う。バルト三国含む旧ソ連各地を、放送歌声合唱団イコール1964、舞台監督として3ヶ月余り、旅する。坂本久、村田秀夫、島倉千代子、三佐子忠明と東京9番ボーイズ、肘方達美、元藤明子夫妻の舞踏公演。 クラウディオ・ビルラ、スタンリー・ブラック、アントン・カラスその他の訪日タレントの日本公演舞台監督や演出を行う。また1968年には、キノクニアホールにて、寺山修司、篠田正宏、富永一郎、丸山蔡一他のパネリストで、ベトナム戦線から脱走した、清水哲夫を登場させシンポジウム、脱走兵、ゲリラ、祖国をプロデュース。 厚生年金ホールでのトークショーでは、吉村明、小沢昭一、A 六助、林家昭三他の参加で、遊郭、吉原シリーズを、立川男子、神田山陽、小松左京等々の出演で盗賊話、泥棒大全を、主催劇作には、東武ホテル、墨田、北斎美術館、両国エコインその他の寺院で、公演を行う、玄五郎主催、劇団レモン座、 階段の遊べイコール、片葉の足、大負け国の妖怪、魂の散歩、四つ階段等がある。また、公益財団法人杉の子芸術文化振興会が、全国の幼稚園、保育園、小学校に巡回公演している作品は50作があり。そのうち、カモトリゴンベイ、ネズミの嫁入り、ハイタタオオカミ、お団子パン等々2000から3000回を超えるロングラン、多数。 人物データベース国立談論、水上人形劇団1992年、大阪イコール、服部緑地、名古屋イコール新言州大谷派名古屋別院境内、東京公演は、同年8月4日より、芝増上寺屋外にプールを設営、水の芸のほか、五周二大釣りエビスの原作脚本、演出財団法人劇団杉の子、芸術文化振興会企画制作、 公益財団法人日本文芸家協会、NPO 法人制言葉の力、忍びの者理論者、1962年、後角川文庫、公文社時代小説文庫、岩波源大文庫は書きに取材助手の記載あり、モスクワ公演に当時亡命中であった、岡田義子が、訪問、3月14号、歌声新聞ロシア語版、雑誌他に放送現地写真、記事あり、 東京フォークロアプロジェクト2016墨田民和ライブ公益財団法人杉の子芸術文化振興会講演記録ありがとうございます